ダンミツは日本のタレント、女優、グラビアモデル。結婚前の本名及び、旧芸名は斉藤氏、静香。夫は漫画家の清野徹。芸能事務所はエクセルヒューマンエージェンシーを経て、現在はフィット所属。多彩な経歴の後グラビアモデルとして活動を始める。トレードマークの長い黒髪と妖艶な雰囲気で注目され映画、テレビのドラマや、 バラエティ番組などに数多く出演。男性誌のグラビアのみならず、女性誌でも人気を博している。また、日本舞踊版同流師藩でもある。芸名であるダ、ダ蜜は仏教をもとに自分で考えたもので、ダは仏壇を。密はお供え物を意味していると述べている。ツアーコンダクターの父親と保育士の母親を持つ。母親の実家がある。 秋田県横手市で生まれ、1歳の時に父親の仕事の関係で東京都へ移住、社会人になるまで世田谷区で過ごす。区内の昭和女子大学付属昭和小学校に入学後は内部進学で中学校、高校、昭和女子大学の英文化に進学。小学生の頃に読んだゴルゴ13をきっかけに性的な事柄に興味を持ち始める。中学生の頃には 大人びた女性であることから同級生に愛人と呼ばれていた。大学時代にはアメリカボストンへの留学を経験。また、日本語の教員免許を取得したものの、就職活動がうまくいかず、ハットリ栄養専門学校へ通学し、調理師免許を取得。和菓子工場、銀座のクラブでホステスを経て、和菓子店の出資の際に知り合ったという知人の死をきっかけに、 総裁の専門学校である日本ヒューマンセレモニー専門学校へ通学し、遺体衛生保全士資格を取得するなど、様々な経歴を持つ。当初は和菓子店を開業することを考えていたが、戦術の経緯や死がタブー視されている世の中を疑い、疑う前に内側を知りたいと思い立ったことから、進路を変更したと話している。葬儀場で働いたことが、 現在の芸名につながっている。面接では、白いワイシャツに黒いブラジャーを透けさせたら受かったと、語っている。2009年9月、28歳の時に、ゲーム、竜がごとく4伝説を継ぐ者のオーディションを受け、キャバ条約で出演。2010年3月には、週刊 SPA の一般公募型グラビア企画、美女タレント発掘プロジェクトドル箱に、余っていた。 プロフィール写真を送付してグラビアデビュー。2010年7月、当初は芸能活動は考えていなかったが、芸能事務所にスカウトされたことと取られるということに喜びを感じたことでグラビアアイドルになることを決意。芸名も断密に変更。デビュー後はグラビアアイドルとして活動。2012年以降、多数のテレビ番組に出演。バイセクシャルの公言や、 脱ぐことは、天命など、エロチシズムを感じさせるトークや独特な表現で、認知度を増している。2012年12月、第15回、三浦淳章受賞2013年4月、事務所、フィットワンに移籍。2013年4月、お天気お姉さんにて連続ドラマ初出演を果たす。2019年11月22日、漫画家の清野徹と結婚。 ファンクラブ限定公式サイトで報告した。清野とは2017年3月2日放送の桜井、有吉座屋会での共演がきっかけで交際が始まった。太地は主演。イメージ DVD 作品関連 DVD、番組 DVD。ありがとうございます。